それでは四国三大祭りの一つに数えられる豪華絢爛勇壮華麗な男祭りをどうぞご堪能ください。新居浜太鼓祭りでは太鼓台と呼ばれる高さ 5.5 メートル長さ12メートルの豪華で巨大な山車が腹に響く太鼓の音を鳴らしながら地区を練り歩きます。最大の見どころは指揮者の掛け声と笛、鼓舞する太鼓に合わせて150人もの滝夫と呼ばれる男衆が重さ約3トンの太鼓台を頭上高く持ち上げる差し上げです。多くの心が一体となった力技に歓声が上がります。新居浜市内には現在54台の太鼓台があり、今回ふるさと祭り東京にはその中からは庄内太鼓台と金栄太鼓台が出演します。Thank you.
を差し上げを行う差し止めです。高度なテクニックと楽譜全員の気力、体力が必要となる演技です。楽譜の皆さん、頑張ってください。